どうも、3ヶ月ぐらい前に注文していたマフラーがようやく届きまして、装着してもらいました。ドクタージキル&ミスターハイドというメーカーの排気管です。最初にお伝えしたいのがその値段、形とか色によって多少変わってはくるんですけど、私が買ったものは463,919円でした。メカニックの方が言うには、こんな高いマフラー誰が買うんだろうと思っていたということですけど、結構売れているらしいです。マフラーにはいろんなメーカーがあるんですけど、ネットで探した限り、ハーレー・ダビッドソン向けの商品としてはアメリカのバンス&ファインズ、あとオランダのドクター・ジキル&ミスター・ハイドという会社が2大メーカーであることが分かりました。で、爆音で有名なバンス&ハインズのマフラーを最初考えていたんですけど、あまりにもうるさいのでバッフルという音量を下げる部品が絶対必要だとメカニックの方に説得されました。で、音量を大きくするためのマフラー交換なのにわざわざバッフルつけるのもどうかなってちょっと迷っていた時に、店長に勧められたのがジキル&ハイドです。ただ値段が結構高いので、買うのに躊躇していたんですけど、ある時電話が来てローン組めますよっていう殺し文句で購入を決めました。で、車検に対応しているっていうメリットも結構大きかったです。で、排気管自体は46万円ちょっとなんですが、インジェクションという仕組みのせいでしょうか、ガソリンを最適な状態で燃やすチューニングという作業が必要になります。昔乗っていた国産のキャブ車は自分でマフラー交換してトータルで多分5万円以内で収まったような記憶があるんですけど、規制とかが当時より格段に厳しくなっているはずなので、この点は仕方ないかなと思っています。で、値段を見てみると、チューニングで129,210円で、マフラーに付随するパーツで6,512円、工賃63,660円でした。これで2年ローンを組んだので利息が38,622円で、合計するとトータルで約70万円になった次第です。中型の新車買えちゃうぐらいの値段ですね。じゃあここで音の比較をしてみましょう。まずはこちら、純正マフラー。ジキル&ハイドの一番の売りは、スイッチ一つでバルブを開閉することによって音量とか音質を変えられることです。ちょっと暗いですけど、こちらの動画でとりあえずバルブが動いている様子を確認できるかと思います。音はこんな感じです。
ートフォンの動画なのでちょっと分かりにくいかもしれませんが、生で音を聞くと結構違います。で自分的には曇った感じの音、抜けた感じの音といった感じで、音質は変わるけど音量はそれほど変わらないかなという印象です。とりあえず数日間走ってみて、先ほど店長に加速良くなったでしょうって言われたんですけど、自分的にはあんまり、分かりませんでした。ただ音だけではなくて車体の振動もいい感じで増しているので、乗っていてすごく気持ちいいです。以上、ドクタージキル&ミスターハイドのマフラーの紹介でした。